米大リーグ MLB ドジャースは日本時間21日本拠地で行われたリーグ優勝決定シリーズ第6戦を制し4年ぶりのワールドシリーズ進出を決めた。ヤンキースとは43年ぶりの東西名門対決となる。ドジャースは初回に1失点するもその裏に大谷翔平のヒットをきっかけにトミー・エドマンのタイムリーヒットで2から1とすぐさま逆転した。3回にもエドマンとウィル・スミスがそれぞれ2ラン本塁打を放って突き放した。6回には大谷がタイムリーヒット、8回にも打線がつながり2点を加えた。ブルペンデーとなったこの日リリーフ陣が奮起、勢いに乗るメッツ打線を5点に抑えた。